わからんかった。だから今日は携帯でやってます。だから今日はミューからなしで、すいません。でもアカペラで全然歌う、なんかリクエスト曲あれば。ヤッホー。そう、プラグ持ってないんだよね。なんか買おう買おうと思って結果買ってないというか。100均にあるのかな、あれって。皆さん持ってます？たーちゃん聞いた？やほー。あ、持ってるって。iPhone と iPad 一緒じゃない？いや、違うんですよ。そう、なんか もともとは同じだったんですよね、つけるやつ。でも新しい携帯、あ、 iPad が古いからかな。あと 10S Max ですね、私の携帯は。17のバレンタインのやつ、8チーム勝ったねって。やった、見たよ。なんかあのモンブランになってたよね、すごかった。まあ、マロンってことですよね、きっと。ゆいゆいと七瀬だったかな。美味しそうだった。アカペラでも48縛りなのって。うん、多分アカペラでもそうかな。そう思います。私はチョコ、あ、今日チョコ作ったよ。はい、またなんか作ったところを動画一応撮ったので、あげれたら、まああげれたらなーみたいな。そう、一応作った。で、写真もまあ撮れたらなーと思ってます。出来はって、出来はね、え、いい感じ、いい感じです、いい感じですよ。なんか3つくらい作ったんですよ。なんかチョコ以外にも、そのなんかオレオを使ったやつとか作ったんですけど、3品くらいかな、3種類くらい作って、なんか手際が良かったみたいで、動画を見返してみたらね、1時間以内に全部作れてた。なんか片付けとかいろいろ含めて。ね、あげる人いないけど作った。あげる人いないけど、うん、あ、でもバレンタインの日、あのスタッフさんに会うんですよ。だからそのスタッフさんにあげよう、いつもの感謝の気持ちを込めてあげようかなと思って作りましたね。うん、バレンタインの日に会う人分しか作ってないです。だからあげたいよ、あげたい気持ちです、本当に。あー、バレンタインキットカットいいですね。うん、いいね、いいね。あのキットカットのさ、お年玉バージョンあるの知ってる？皆さん。下置きは結構それでくれますね。あ、そう、キットカットのバージョンいろいろあるんですよ。そう、でもお年玉のやつ、そう、かわいいよね、あれ。
まあ今はきっとかつ、あの受験シーズンですからね。いいね。キットカット抹茶好きですかって、好きです、美味しい。好き。キットカットだっていっぱいあるじゃん。私あれ好きなんですよね、あのクランベリー入りみたいな、上にちょっとお高いやつやけど、あれ好き。あ、生誕グッズ発表されてた？されてた。私も見るの楽しみ。なんかね、完成品知らないので、そう、2020みたいな。どうでした？切れそうですか？切れそうですか皆さん。私もちょっと見てみよう。なんかめっちゃポップにした。うん、あと色合いもちょっとね考えたし、あの本当になんかすいませんって謝りながら案を出した。でも本当にポップにしちゃった。なんか女性は着やすいと思うんですよ。私はめちゃめちゃ着たいと思ってああいう T シャツにしたんだけど、ちょっと男性陣の意見を聞かずにやっちゃったなって感じ。でも個人的にはまあ可愛いと思ってるので、女性は着やすいと思うんですけど、男性がちょっとごめんねって感じ。本当にごめんね。ごめんね普通に。いけるかな。でも私完成品本当見てないから、完成品だから皆さん着てるの見せてください。そう見て、それで、あ、大丈夫そうだねっていうね、コメントをやれたらいいなと思ってる。あ、ごめん、やっぱり無理だったねとはならないければいいんだけど。皆さんの着こなし次第です本当に。うん。任せとけてよろしくね。よろしく。でも今回の T シャツも結構外に着ていけるようなものにはしてる。なんか別になんか2020みたいなさ T シャツとかって普通に売ってあるじゃん、多分あるところにはあるから。そう、普通にねセーター T って感じにはしてないので、普通にプライベートでも着れるっちゃ着れると思う、上着羽織ってたら。夏にぴったりな服だと思ってる。会社には無理でしょ。ごめん、冷静に無理だわ。そうね、後ろはどう頑張っても生誕 T なんですけど、まあ、表は生誕 T っぽくない感じにしたと思うから。そう、誕生日夏じゃないけど、なんかポップな感じが作ってみたかったんやもん。ちょっとポップにした。だからあ、でも普通に可愛いと思ったって、ありがとう、嬉しい。うん、めちゃめちゃ遊んだって言ったもんね。ここで今回の20歳の生誕のグッズはめちゃめちゃ自分中心で考えたよっていう言ったもんね。そう、その結果があれでした。明るい感じにしました。ぜひ来てみてください。そして明日から予約なのかな、でもまあ開始されるらしいので、ぜひゲットしてみてください。あ、タオルも見た。あれタオル可愛くない？ハッピーバースデー20って書いてある。あれね、なんかイベントとかで掲げれたら最高。なんか生誕
まあ劇場でそうやってあるか分かんないけど、そういうやつでなんか掲げれたらおしゃれだなって個人的に思って作ったんですよ、考えたんです、デザインを、うん、あれで写真撮ったりしてもいいのかなとか、なんかみゆちゃんおめでとう的な感じで、あのタオル写真撮っても可愛いなとかね思って、あれは考えました。うん、そう、あれ本当にライブに持っていく用だからね。でタオルに関しては T シャツではちゃげた分、あのちょっとおとなしめにしました。うん、そう、二十歳の1年しか使えないやつで、まあ記念にいいかなと思ってはい、あ、そうね、ティントリップのライブでぜひ回してください、あの初恋ドアで首に巻いて街歩くでって、うーん、それはどうかやめていただきたいうん、だからこの1年しっかり使えたらいいなって願いも込めて、使う現場があることを祈って、うん、チョコくださいって、あ、すごいことになってる、チョコください、はい、バレンタインデーチョコ誰かにあげるって、うん、まあ仕事で一緒になるスタッフさんたちかなって感じ、バレンタインの日に会う人かな、あげようかなと思ってます。あ、そう、バレンタインの日メンバーには会わないので、せやねんだからメンバーには渡せなさそう。ニューディーンにはって、ニューディーンにはまあ当日バレンタインにな、バレンタインのチョコ並みのプレゼントをねあげれたらいいよね。何にも考えてないけど何にも考えてないけど、なんかなんだっけ、めっちゃ前にやった鳥取でのツアー的なことあったらいいのにね。あの時キットカットさんとコラボしてさ、やったよね、懐かしい。でもバレンタインでまだマジ本当に考えてないからさ、あんま期待しないでうん、いや鳥取の時本当に懐かしい。だってあのメンバーで、私メンバーみんな分のキットカットの箱持ってるもん、持ってる持ってる、交換庫したんですよみんなで、なんかすごい光景だったよ、多分傍から見たら超面白かったと思う。そう、なんかみんながな並んだのかな、でいい感じにみんなに回るようにやったからね、あれ懐かしい。ああそうだね、次の話からホワイトデーだね、皆さん何かくださいねじゃあみんなのハートもらおうかしらね、ホワイトデーはね。あ、47個じゃないです、鳥取の時は選抜でやったんで16人、16個、
バレンタインの日は、まあ、バレンタインにちなんだ写真はあげる予定。プレゼントですね、一種の。だからホワイトデーはまたお返しくださいお返しください。なんかホワイトデー何もらいたい？何もらいたいかって？何もらいたいかな？時間時間もらいたいな。フェラーリとかマンションとかなんかそういうのはいいかな。あー違う、遊ぶ時間じゃないよ。話す時間かな、みんなと。それぞれと話す時間があったら一番幸せです。フェラーリ知ってるよ、車でしょ。素敵。あ、わかる。1日27時間欲しい。わかる。え、なんならもう27時間行くんなら私はもう3時間増やして30時間欲しい。1日30時間あったらなんかもっとなんかできそう。な、32時間くらい。もう2時間ずつ増えてってるよ。キリがない、キリがない。多分そのまま1日40時間とかなっちゃう。ねえ、ほんとそのくらい欲しい。もうちょっと太陽がゆっくり回ってくれたらいいんだけど。あ、滑った30時間の場合何するか、まあ、まず朝起きるのが12時ぐらいに起きて、あ、もう12時じゃないか、15時になるのか、お昼ご飯が。だから30時間の場合、まあ12時に起きて0時に寝てね、あの0時に寝たとして12時間寝て、でその後15時ぐらいまで、なんだろうね、まあグダグダして、で13時からもうずっとフリータイムいや、そうそう、増えた時間ほとんどフリータイムにしよう。そう、寝る時間とフリータイムに使う。で仕事の場合もそうなるんじゃない。仕事の場合は多分仕事時間増えちゃうよね。あら、まご飯を何食べるんですか。それはその時の自由です。13時間でもやっぱ食事は3回なんじゃない。10時間おきになる。体に良さそう。そう、起きてねグダグダする時間が最高なんですよ。でちょっと二度寝したりとかしてね。いいね。あ、でも人間ってあれでしょ、人生の半分以上寝てるみたいな、見たことある。びっくりした。なんかあんま寝てる気してないんだけど、あ、私は寝てるかけどなんかそうなんだと思って、意外と活動してる時間って短いんだって思った。
私は寝ないよって。え？いや寝ないと無理だよ。あ、3分の1だっけ、3分の1か、じゃあ半分はないか。いや多いなって思ったんだよ、3分の1か。でも3分の1でもね、寝てるよな、よくね。なんか無駄遣いだよね、そういうの考えてたら。あ、なんか活動しないとって思うけど、寝る時間は至福なので。そう、猫ちゃんもよく寝る。猫ちゃんも人生のほとんど寝てるよね。活動しないとおしゃれになってる文字が。うん、そう、寝る食べるは大事、人として大事。あとなんか一人暮らししてて、なんか自粛期間とかやっぱずっと一人じゃないですか、外出られなかったから。そういう時とかってなんか人と話すのも大事だなってすごく思った。ね、人と話すのも大事です、人にとって。あ、そう、分かる、発声を忘れんのよ。なんかいざ話してみる時とかなんかね、すごいね、声出るまでに「ああ」とか「ああの」みたいな、きょどっちゃうきょどっちゃう、急に声出すときょどっちゃうんですよ。あといつもよりも声量がなかったりとかね。毎日ショールームしてるから余計に気づいた。多分私喋るなって言われたら多分ずっと喋んないもんけどショールームで喋らないといけないじゃないですか、毎日。だからその1日何にもその誰とも会ってない日とか、そのショールームの時間だけ絶対喋るじゃないですか。そうなるとね、ショールームするとき、あ、なんかやっぱ頭働かないなとか、なんだろう、あんま声張らないな今日とか自分でそう思う。とかあとなんかね、最初やっぱきょどったりとか、あーにょはせよーさらまっまらーみたいな、なんかぬるっとした感じになる気がするよ。今日はどうって、今日はなんかまあそれなりに話してるよ。あ、今日小声で、本当あれかな、携帯やから。だから毎日トレーニングだよね、これは。お話し会は何分ぐらいが限界？私4分までしかしたことないんですよね。だから分かんない、どこまでが限界か。6部とかしたことあったら分かるかもなんですけど、うん、でもやっぱ4部が個人的にはちょうどいいかな。なんかこれ以上増えたら、うん、どうなんだろう、うん、タブレット見続けると疲れるでしょうって。うーん、いやでもなんかね、私タブレットの方がねえ、なんか疲れないですね、逆に。あと後々気づいたんですけど、
私お話し会の時ね、まばたき多分しないんだよ。それかしないのか、すっごい目を見開いちゃうのかわからないんですけど、うん、オンラインお話し会の時は多分実際に人がいないじゃない、対面してないから画面越しだからリラックスしてしてるところがあって、お話し会の時は多分すごいファンの方が目の前にいるからすごい細部まで見ちゃうんですよね。なんかどんな目でどんな鼻でどんな口でみたいな、どんな服着てて、あそこにちょっと名札ついてるなとか、なんかそういうのをすごく見ちゃって、だからすっごい目を見開いてるのか、お話し会終わった後なんか目がね異常に乾いてんだよね。なんかパキパキするというか、そんな感じなの握手会の場合。多分あんま瞬きしてないんだと思う。だから全然気づかなかったんだけど、けどまあ若い時は普通だったんだよね。若い時は全然やってたんだけど、なんか4部とかになってからかな、握手会とかで4部になってからなんかすごい目がなんか疲れるなというか、目に来るなみたいな目に来るなって思い出して、だからまばたきしてないのかなってその時思った。あでもそういえばそうかもって言ってる人がいる。やっぱそうなんかな。でも なんだろう、電車乗っててもそうで、すごい人見ちゃうんですよね。そう、なんか友達と一緒にいても、友達はなんか私がね、なんかその可愛い人とか見つけたら、ねえねえあの人可愛いとか言うんだけど、友達はなんか足しか見てなかったから分かんないとか、誰誰ってなったりとか、なんかそんな感じでね、そう普段から結構人間を見ちゃう、顔まで見ちゃうんですそうだからよく一回怖かった、電車で絡まれたもんね、見すぎて見すぎて怒られたことある。JK 見てたら睨まれたことあるってなんかそれはしょうがない気もするな。なんかやっぱ JK はね、そんな感じか。うん、なんか何見てんだって怒られたそう怒られた、スーツ着てるおじさんに怒られた。でもその時私はそのスーツ着てるおじさんじゃなくて、その先の女の子可愛いなって見てたの。そうだから見すぎるとダメだよってこと。そう。なんか可愛い女の子探しちゃう。あとスタイルいい子とか見たら、あの子スタイルいいなとか、あの子の足好きだなとか、なんかめっちゃ見ちゃう見ちゃう見ちゃう。えってなんかもう疑われちゃうね、こんなこと言ったらね。でも分かる方は分かると思うよ。まあ、服だったら参考にしようと思うし、でもスタイルいいなとかやったら自分のモチベになる、私も頑張んないととか思う。電車で、うん、
られないと思いますよ。スニーカーめっちゃ見ちゃう。それはまた特殊だね。スニーカーが好きだからってことかな。女性って他の女性のいろんなところ見るのって、え、わかんない、人によるんじゃない？だってなんだろう、私みたいにその周りの人見るのをついつい見ちゃう、癖で見ちゃう人もいれば、もうそんなん関係ないっていう人もいるしね。めっちゃ人によると思います。そう、癖。あー、そう、どんな服が入ってるかあと分かる。あとちょっと想像するのよ。なんか嫌なことあったのかなとか、なんか楽しいことあったのかなとかね。なんか見てたら表情とかでちょっと想像できるじゃん。でつい想像しちゃうね。いや、お尻見るのはちょっと変態だと思うんだけど。うん、そう、だから電車内とかね、そういうこと考えちゃうな、つい。可愛くいたらずっと見ちゃうなって。ほどほどにね、うん、私もほどほどにするようだから。うん、あ、でもお話し会ね、でもファンの方見るとやっぱ考えます。なんかより考える。なんか電車で出る人たちは私その場限りだと思ってるから。だからなんか多分そこまでなんかね、ついつい観察不意にしちゃったりしてるんだけど、お話し会のファンの方たちは自分のこと好きだって思って来てくださってると思ってるので、なんかもっと知りたいなと思って、でめちゃめちゃ見て、あ、こういう方なのかなとか、なんか服がきっちりしてたらきっちりした方なのかなとか、で喋り方が関西弁やったら、あ、関西人の方なんかなとか、奥さんが関西人なのかなとか、なんかいろいろ考えちゃうね。でもそれ考えるのが楽しいし、なんかそれ考えて覚えたりする、逆に。うん、あとスーツのまんまだったら仕事帰りかなとか、めっちゃ推理。え、貴重な話、本当に。そうか、奥さんと来る人は、あ、仲がいいんだなって思う。もう、もう、うん、ああ、そうなんや。私は結構なんか思う、考えるね。奥さんとじゃないけど、一回あのカレカノさんで来てくださった方がいますよ。そう、びっくりしたもんね。でもなんだろう、私の理想がミョンさんかな、ミョンさんのファンの方で、すごいの、なんかもう夫婦で多分ミョンさんのファンらしく、息子の名前をミョンさんが考えたらしく、契約だったっけ、なんか同じ連、ミョンさんとあともう3人で同じ連だった時に、そう、感動した。なんかそう、家族ぐるみでファンでみたいな、この子の名前私がつけたんだよってミオさんが言ってて、で、え、なんかそっか、そんなにアイドルって影響をね与えるお仕事なんだって改めて思った。
めっちゃ感動した。すごくない？なんかそんなことあるんだ。で、子連れでその時来てて、生まれたんですみたいな、で大きくなったねってミオさんも言ってて、本当になんか素敵だなって思った。うん、ね、時々あるある。うん、そう。でまあカップルで来てくださる方もいるけど、そう、なんか末永くお幸せにってすごく思ってる。心から思ってる。でもそういうね、大体彼彼のできてくれる人って大体女の子がファンだったりするんですよ。あんまりその男性が私のファンで、で彼女と一緒に来たよみたいな、あったあったけど、そう、結構女性の方がもともと私のファンでいつも来てくださってて、で今日彼氏連れてきたっていう人がまあ多いなってイメージ。うん、あ、兄弟もいましたね、いました、いました。うん、でもなんかいろいろですね。まあ、いろんなパターンがありますよ、本当に。親子もいますしね、親子もいますしね。うん、でもどんな形でもなんか来てくださってくれるのはすごく嬉しい。うん、いろんなパターンがあります。ああね、ほんと彼女嫉妬しないのかなとか思うんだけど、けどまあそれはそれ、これはこれなのかなとかも思う。いや本当に愛の形はそれぞれ、きっとそうだきっとそうだって思ってる。うん、それぞれだってことで。もう40分だ。あーそうか、お互いがもうアイドル好きだったら成り立つね、確かに。うん、まあ、ファンの方が幸せになればそれでいいそう思ってる。それぞれね、楽しい日々を送れてたらいたも。あ、かわいいクマちゃん、そんなのがあるんだ、射止めてるハート。うん。にゃん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 。今日は何の歌歌おうかな。まあアカペラなんですけど、言ってみたら。でも歌詞がめちゃめちゃ、私わかんないよ、歌詞なんて。歌詞がわからんのです。だからサビだけとかになると思う。ネイル見てて、今のネイルはちょっとめっちゃシンプルよ。そう、今日はアカペラなんです。だけどあなたが好きでした。あ、8曲なら歌えると思うんだけど、47は絶対歌えるよ47は絶対歌える。なんか47は本当にあの一生分も踊ってる一生分踊ってると思う。47に関しては47は本当に一生分踊って歌ってると思う。
けど他の8曲は結構入れ替わりだからさ、正直不安、8メンバーとはいえ。寝てても歌える。あ、今思い出したけど、うちのいとこちゃん、いとこ1号ちゃんがね、まだ言葉を話し出した頃なんですけど、なんかママとかパパとか言い出した頃なんですけど、その頃からね、いとこちゃんがね歌ってたんですよ。天の邪子バッタかな、その時歌ってたの。え、47かな。そう、英才教育施されてるからさ、チームメイトのチームメイトのコンサートよく来てたから、もう英才教育しっかり施されてて、車でもチームメイトの曲流れてたから、いとこちゃん歌ってたからね、その時から。なんかやんじゃんなーなーなーって歌ってたからね。天の邪子バッタも歌ってた、好きだったみたいでもすごい天才と思って、可愛いと思ってた。いとこ2号はちょっと残念ながら英才教育はちょっと受けさせられてないので、どうかなって感じですね。確かに日本の地理これで覚えれる。47ができた時めちゃめちゃ思った。なんか学校でこれをみんなで覚えたら完璧なのになって。40教育番組で使ってくれないかな、都道府県の覚え方って感じで。いとこ1号の推しはね、みゆちゃんなのって。あのね、違うの、私じゃないの、りんちゃんなのりんちゃんが一番好きらしい。りんちゃんが好きなんだってそうで、2番目は私なんだってピエンピエン今はちょっと聞いてないけど、ちっちゃい時はそうだった。なんかリンリンリンってやってた。で、追加で言うと、おじいちゃんがセリカ推しらしいです。うん、でもまあね、かわいい、本当にちっちゃい子はかわいいなって。うん、私2番目の女みたい大体二押しですね、家族の中では。あ、歌だけが私推しっていうのはすごく嬉しい。頑張れる、励みになります。あ、4の歌います。4の歌うか、じゃあサビだけ歌うかな。じゃん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 てててじゃん、47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう、大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。落ちちゃった北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、熊、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、東京、東京来ちゃった、ここであれ三重、なんだっけ、福島、福島じゃない、福井、あ、もう無理だ
三重、あ、滋賀、京都、大阪、兵、あ、ここ無理だな、苦手だな、なんだっけ、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、高知、香川、徳島あ、奈良が抜けたらしいよ。え、奈良どこに入ってたっけ。兵庫は言った、奈良が消えた事件うわー、いやこれ難しいね、歌ってたら。どこだっけ、三重で、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良や、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口で、徳島、なんだあと、なんだっけ、高知か、香川、愛媛愛媛、香川、愛媛、うわー分からん、これもう忘れるね。福岡、佐賀、長崎、もう分からん、ボロボロです。正味ね、だってね、前と後ろしか、あ、前しか覚えてない、そ、あ、そろそろだなーっていうところまでしか覚えてない。まああとはあれですか、リスニングですからね。でもあんだけ歌っててもね、えまずいのかこれは、ね、でもみんな歌えないと思います、これに関しては。じゃあ50分になったからランキング発表しますね。流れで覚えない覚えない、前の件しか覚えない。そう、この件の時に移動して、この件の時に、まあ、ここら辺にいてみたいな、そういうやつしか覚えてないです。いつも聞いてるからね、こうやってリズムに乗りながらはい、じゃあランキング発表いきます。13位がテオネオラブラブさん、13位おめでとうございます、ありがとう。そして12位がリックスアットマーク、シン・リエン・クワイ・ロ・ゴン・シ・ゴン・シ、これなんて言ってんの。はい、12位おめでとうございます、ありがとう、ありがとね。そして11位がジアリングアットマーク、ハッピールナーニュールナーニューイヤー、11位おめでとうございます、ありがとう。そして10位がピールケウ、ミュージアムおやすみ、ラブラブ、ありがとう。10位おめでとうございます、ありがとう。そしてミッチーアットマーク、生誕ティーフッタンでも切れそうだよ、多分ピチピチになるけど9位おめでとうございます。ピチピチになるのか、ならレッツダイエット9位おめでとうございます、ありがとう。そして8位がセミアットマーク、ピンクのパジャマかわいいね、ありがとう。8位おめでとうございます、ありがとう。そして7位がさとちゃんアットマーク、そこは絶対に行ってはいけない、あー犬鳴き村は絶対見ないです、はい、7位おめでとうございます、ありがとう。そして6位が星侍さん、6位おめでとうございます、ありがとう。そして5位がゆうゆうアットマーク、来月の話し会は花粉で見苦しいと思う、ごめん、え全然いいよ、花粉症つらいな、
私も花粉症だからお互い頑張ろう。ご用おめでとうございます。ありがとう。そして4位がザジロ。でも順位変わったね。12位に、ピーシアハート対ミュウより可愛いのは、正解はツインテミュウです。ありがとう12位おめでとうございます。ありがとうね。そして11位がココンに、シビルチュカイヨーカムサミンダー、シビルチュカイヨーか、シビルチュカイヨーカムサミンダー。そして10位がピールケウちゃん。読んだっけ、さっき読んでないっけ。10位おめでとうございます。ありがとう。そして読んだ。あ、そして6位か、6位が星侍アットマークユーナがジックローネが歌いたいって言ってたってことかな。星になっちゃってるけど、いつか歌えるといいよね。私も一緒にステージ立ちたいな。はい、6位おめでとうございます。ありがとう。そして4位に行きますね。ザゼロアットマークミュウの生誕グッド楽しみ。20、イエーイ20 良いおめでとうございます。ありがとう。そして最後ホイホイアットマークグッバイツインテ、1週間ありがとう、こちらこそお世話になりました最後おめでとうございます。そして2位がアトアットマーク対、ミュウちゃん頑張ってね、ありがとうございます。2位おめでとう、だね。そして1位がエサッシーアットマーク踊る女子旅のチェキが今日届いたおー、届いたんだおー1位おめでとう、よかった届いて、大切にしてください、家宝にしてくださいありがとう。1位おめでとうございます。じゃあ14位から読んでいくね。ジアリングさん、テオネオラブさん、ラミちゃん、ホアンさん、ヘギョンに、クロス道路さん、ウィンパディさん、ナオさん、ナンナン48さん、和田さん、ミュウ、ノムノムボゴシップシ、チェンジディーシ、プレシ、カカアイナさん、ヒヨパンさん、ミュウがチゴヤシ、カラズニピースさん、サヘポクマニパデセオシ、フグシ、いつもシ、ヒデジロさん、ウミウミさん、AK さん、コッサスミュウシ、アスランヒレちゃん、キリンさん、ジョークスノーさん、クマさん、ホタルミユさん、ヨンウォンに、ケンシンさん、ビッグママさん、フロストさん、ジョウさん、ヨークマさん、ヤマちゃん、ピーコイコイさん、ヒロさん、エキトウモロコシさん、アマドさん、ゴールド888さん、台湾中心さん、フクマロさん、XD さん、ヌーコバさん、ミキトさん、ネちゃん対、かわいいミュウちゃんさん、トシさん、科学先生、栃木、今日は二度寝したかな、リョータさん、アキちゃんマン、ヒトシさん、加藤 BB さん、ユウトシさん、イーグルイーグルさん、グリフォンさん、ハスキーさん、シャルルさん、フィンド 4B さん、サカちゃん、エイトシーさん、パルエイトシー、D さん、XYZ さん、クラッシングさん、シマヤンさん、トッキンさん、ヒロくん、マイさん、KYS さん、パラングスさん、ポングポングさん、スコッチさん、コウさん、パランちゃんシー、タカフミさん、クックさん、指揮者のキユーさん、タッキー、お腹がさん、中堅八甲さん、グナナケさん、胡蝶忍、愛してるさん、ポクレンパサランさん、ラブリーさん、グンちゃん、ユンちゃん、コッカさん、はい、皆さんありがとうございました。ありがとう。じゃあスクショタイムいきますね。いきますよ。はい、チーズ、おい、ありがとうございます。じゃあ3ポーズかな。1ポーズ目、2ポーズ目3ポーズ目、以上、ありがとうございました。鼻毛って失礼な鼻毛じゃないよ、ここの毛、ここの毛ちょびひげ、はい。ではじゃあ明日の配信時間言うね。明日の配信時間も、22時からにしたいと思います。皆さん待ってます。そしてトゥモロー、あ違う、ネイルーン、パン、
요시부터방송해요꼭봐주세요잘부탁드립니다よろしくお願いします。そしてトゥモローショールームアット 10pm ウォッチプリーズよろしくお願いします。ありがとう。じゃあこれにて終わりたいと思います。じゃあおやすみなさい。チャージェイオーグンナイグンナイカーじゃねー。おやすみ。